これまさは、李氏朝鮮の僧。尊将は、昭雲大使、巨書にちなみ、四倉道とも合する。文読、慶長の役で、偽装兵の葬式官として、日本軍と果敢に戦い、また加藤清正や徳川家康と会談して、講和交渉を行うなど外交面でも、大きな役割を果たした。百四十四年、慶聴南道密陽軍にて誕生。歳で仏門に入り、 18歳で、創価に合格。その後、妙高山の西山大死旧生の時期弟子となり、3年の苦行の末、31歳の時に退後、豊臣秀吉による文録、慶長の役が起こると、朝鮮国王、戦争はたちにも抗日戦を命じ、旧生を八道と創設に任じたが、すでに老齢であったため、この任務をこれまさに託した。これまさは、朝鮮の、 偽装兵の総指揮官として、日本軍と果敢に戦った。文禄三年、これまさは、敵将である、加藤清正の陣地に三度にわたって乗り込み、講和交渉を行った。両者は腹を割って、互いの主張を述べあった。清正はこれまさに向かって、帰国ではあなただけが、偽りがなく、他の人は信用できないと述べた。当時、小西行長と民の遊劇将軍、陳意慶の間でも、 独自の講和条件の探り合いが行われていた。高西と陳義家は講和を急ぐあまり、それぞれの本国に対して嘘の講和条件を伝えていた。また、高西と陳義家の講和交渉は、朝鮮の頭越しに行われたものであった。清正。これまさインの講和交渉は、それ自体は成功しなかったものの、清正が秀吉、戦後、朝鮮側は、 被害者である自国の方から先に講和の施設を送るのは朝鮮の対面を貶めるものであると考え、正式の講和施設を朝鮮側から先に日本に送ることを躊躇した。しかし、日朝両国とも本音では早期に講和を結び、戦後問題を決着したかったため、朝鮮側は民間の層であり、日本の武士の間でも知名度があるこれまさを単足師として日本に派遣した。 慶長9年、これまさは、津島から京都に入り、翌年3月に、伏見城で、徳川家康と会見した。この家康、これまさ会談は、日本と朝鮮の国交回復に大きな役割を果たした。またこれまさは、数千人の朝鮮人捕虜の帰国も実現した。これまさと会談した家康は、彼の人となりに感服したという。これまさは監視を作るのも巧みで、 日本滞在中、西原衣装、直しや軽鉄源池ケら日本側の知識人とも、監視の応酬を行った。イエス、これまさ会談は、あとの12回にわたる朝鮮通信史を可能にしたものとして評価できる。1610年、死去。日本側のこれまさに対する評価の高さとは、対照的に過去の朝鮮におけるこれまさの評価は、それほど高くはなかった。 近世の日本社会では思想が政界でも大きな役割を担っていた。一方李氏朝鮮では次第部階層、すなわち儒教的文官官僚が政治を独占していた。次第部は国難において僧侶階層が大きな功績を挙げたことを認めたがらず、結果としてこれまさに対する朝鮮国内の評価は不当に低く据え置かれた。近年、日本よび韓国の学会で これまさに対する再評価の機運が高まり、新たな研究が発表されるようになった。ありがとうございます。